ウィーバータクチャンネル。どうも、現代忍者タクです。忍者犬の犬丸です。にゃんにゃん。ねえねえ、最近ね、犬丸ハマってることがあるの。何ハマってるんだい？線香花火って知ってる？線香花火知ってる、あれさ、すっごい楽しくない？今いろんな種類があるんだよ。知らなかった、そんなこと。こうなんかさ、いろんな色が出るのとかさ、すごいなんかくるくる回るやつとかさ、花火っていいよね。あれ線香花火っていうのはこうやってあのなんだ、玉みたいな、赤い玉みたいなのがあってポトッと落ちたら消える、あれじゃないの？もうそんなの時代遅れだね。へえ、知らなかった。ためになるね。ためになるね。でさ、やっぱさ、線香花火とかさ、楽しいけど大きい花火みたいよね。そうだね、ただね、大きい花火大会なんか行くと、やっぱそこにも危険は潜んでいるよね。なんで？やっぱり、人が集まるところに悪い人たちも来るからね。だから、せっかく綺麗な花火見ても、やっぱり落ち込んで帰るってことになったらかわいそうじゃない？絶対や。だから、あのまた、女性でもできる、ね、護身術、やってみようかな。いいね。いくつかあるな、あれとかって。じゃあ、あ、やっぱり、俺ウェブ使っちゃってたから先生に頼もうか。そうしよう。先生お願いします。タクチャンネル。はい、前回は、体幹部の、プレッシャーポイントを取ったと思うんですけど、今回は、末端部にどういう風にしたら相手の手が取れるかをやってみたいと思います。お願いします。ここすごい力で来てるので、これを左右に振ることはできません。その時に、たくさんがよく言ってるような肩甲骨のウェーブを使って巻き込みます。その時にコツとしてはいいですか、ローリング、手をローリングさせます。そして親指と小指を持って、この人間の手首の中心軸を潰しています。はい、もう一回やってみるように。首のバージョンもやってみたいと思います。今度は小指ですね。小指の方を指取りします。小指を引っ掛けます。小指、この小指を指取りして、はい、後ろに向けます。それで親指と親指を相手の小手取って、そして力の根源を相手の真下に向けるようにします。いいですか。もう一回やってみたいと思います。これで手首がロックされている。関節を通り抜くのが決まってますので、はい、こういうような末端から取る技もありますので、ぜひ練習してみてください。はい、誤診ではないんですけれども、それを最初の技と次の技、未関節を取ると、こういうふうに。一回やってみたいと思いますね。最初の技と未関節。あとは、こうね、脇を伸ばしてしまうと相手は動けなくなるので、だけで制御できますので、ぜひやってみてください。タクチャンネル。いやためになるね。そうだね。なんかね、本当にまさか、あんな感じでなるなんてな、予想外だ。けど、その線香花火の話をお前オープニングしてただろ。俺はね、やっぱり昔の線香花火が好きでね、なんとも切ない感じになる、夏の終わりを感じるな、線香花火には。パチ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 っつってさ、さっと落ちるじゃんね。その線香花火、いつも俺家族で夏の終わりにやってた、少年時代。そうそうそう。それでやっぱりこの花火っていうのはね、職人さんが夜空に上げる花火もね、職人さんが相当時間かけて、こう丸いね、火薬に入れて組み立てていくんだよな。けど夜空に上がって綺麗なものを見せるのは一瞬じゃない。3ヶ月4ヶ月かけたものが一瞬で空で消えていくだろう。だからその俺たちは逆に言うと花火みたいなもんじゃなくて、残せるからね、映画とかでね。そうですね。だから
ただ、あげる気持ちは一緒だね。打ち上げ、そう、打ち上げる気持ちは一緒。うん、うん、だけど、まあすごいなと思う。あの夜空にね、一瞬で輝くような生き方する花火職人さん、うん、ありがとう。だけど僕は今日は線香花火します。チャンネル登録よろしく。高評価ボタンを押してね。ウィーバー。